スプレッドトラム SC6500ES10 人通信有限講使、ないしスプレッドトラムコミュニケーションズは上海市に本社を置き主に携帯電話用の半導体集積回路を自社工場を持たずにファブレスで生産している中国の半導体企業同社は2011年の売上において世界で17番目に大きな実績を上げたファブレス半導体企業であった 天神通信は、上海市、北京市、天津市、蘇州市、広州市、成都市、アモイ市や、さらに、アメリカ合衆国、フィンランド、インドに研究開発拠点を持ち、新鮮市に技術サポートセンターを設けているほか、大韓民国、台湾、メキシコに現地サポートセンターを置いている。同社の製品は、GSM、GPRS、Edge、 TDS-CDMA、WCDMA、HSPA、HS TDLTE など無線通信の多様な規格に対応している。天神通信はもともと GSM のチップを製造していたが近年では中国で標準的になっている TDS-CDMA の 3G に注力している。GSM 以外では GSM、TDS-CDMA を複合させた。 ベースバンドのチップセットや中国で移動体テレビの標準規格となっている TDMBMS と DTMB の半導体も提供している。天神通信の顧客は中国移動通信の現行の TDSCDMA 端末の50%に上るとされる。天神通信はかつては株式を公開しており、ナスダックに上場していたが、聖華大学グループの試行集団により、 聖火空港を通じて2013年7月におよそ17億8000万ドルで買収されることとなり、2013年12月23日に買収が完了した。ありがとうございます。